じゃあこんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、まあ、キャンプで、まあ、練習試合、紅白戦などなど見て、はい、まあ、若手のこう頑張ってる選手たち、まあ、今年成果を何とか出したいと思ってる選手たち、まあ、いろいろいると思うんですけれども、ちょっと何人かピックアップして、うん、こうゆたかさんに解説というか投稿していただきたいなと思うんですけれども、はい、まずどの選手、まあ、やっぱり何といっても注目しているのは日本ハムの清宮選手です。あ、清宮ね、はい、まあ、スイングをだからフリーバッティングの形と、はい、やっぱ試合に入った形とはやっぱ形が全然違うんだよね、はい、だからまだ自分のやりたいことが試合の中では表現されてないというかね、はい、まあ、そんな感じなんだよ。で、2月16日に日本ハムと、中日の試合があって、そこで、まあ、練習試合初めて1番、うん、清宮選手座りました。そうだね、はい、で、なんていうのかな、まあ、新庄監督のもと初球振れる準備、はい、まあ、そういうことがあって、まあ、初球から振りに行ったんだけども、はい、スイング自体は悪くないよね、うん、正面から見る限りではね、うん、でバットもよく振れてるし、体のキレっていうのも悪くないのかなっていうふうに思うけど、でももうちょっと培ってきたものってあるじゃない、はい、で周りももう清宮はここが弱いっていうのがもう浸透されてるじゃない、うん、だからそこをこう攻められるよね、はい、だからまあそこを乗り越えていかなきゃいけないとは思うんだけども、まあ、俺がフリーバッティングから見てて試合に入っていったらまた全然違う。だからフリーバッティングでやりたいことを試合でやりたいんだろうけども、その形がまだ自分の形になってないという、その形になった時にはどういう成果が出てくるのかなという、うん、でも体の状態だとか、はい、バットのスイングスピードだとかそういうものは全然おかしくないしね、うん、速いしさ、はい、逆にね、スイングスピードなんかはね、だからまあ自分の形にするにはまだ時間がかかるのかなっていう、うん、あとは打席でのバッティング その考え方とかはなんか変化とか、まあ、ここがちょっととかそういうのってなんかありましたか？まあ、これはね、うん、持って生まれた性格もあるし、やっぱこうなんていうのかな、三振しちゃいけないとか、だから今までこうだからさっきも言ったようにプロに入ってから培ってきたものがあるじゃない、はい、で見せてきた姿があるじゃない、だからそういう姿は見せたくないんだよね、もうね、例えば簡単に三振するとか、うん、はい、だから当てに行こうとする時っていうのはあるんだけども、はい、いや新庄監督が当てに行く姿を求めてるかどうか、三振しない姿を求めてるかどうかっていうとさ、うん、清宮に関しては俺三振してもいいと思うんだよね、うん、4打席あったらその中の1打席だけホームランになったらそれでいいっていう、うん、おそらく清宮に期待してることっていうのは新庄監督はそういう考えだと思うんだよ、はい、ただそこに持っていくにはやっぱフルスイングで全球応えてほしいなっていうふうには俺は思うけど、うん、そのぐらいの心持ちとか、そう、そのぐらいの強さが欲しいなと思ったね、はい、うん、さあ続いて中日です。はい、中日ね、中日ネオ選手、ネオね、はい、バット短く持ったな、一握りほど。そうなんですよ。で構えもちょっと変わりましたか？うん、まあ、構えもなんかこう腕がこうやって絞って、はい、まあ、中村の時はこうやってやってたような感じにはなってるけどね、うん、はい、なってるけど、まずやっぱバットを短く持ったっていうのは、うん、やっぱこれは変化だよね。これはどういう変化になってるの？気持ち的に、やっぱ結果を求められる、それに応えなきゃいけない、はい、短く持つとやっぱプライドなんだよね、うん、多分彼は、はい、短く持たなきゃなんでいけないのかっていう、うん、でもそこを突破できたっていうことは、まあ、一段階上に行くのかなっていうふうに思う、そこだけでも、はい、だからあとはやっぱ彼の欠点でもある体で振ってしまう、全部体で振ろうとする、はい、腕でこうやって振らない、この腕振りさえ覚えれば、はい、あれだけ短く持ってるし俺結果は出てくると思うけどね。それ体で行こうとしてしまうのはもう力みなんだよ。だからバットは振れないんだよね。思いっきり振ろうとすると体を振ってしまうっていう勘違いなんだけど、うん、はい、じゃないとこうなんかこう力が伝わってないような感じになるんだけども、うん、腕だけで振ろうとする方がバットスピードが出てたりだとかすることをやっぱ早く覚えてほしいな、うん、うん、なんかね、今シーズンは外野手で頑張ってほしいみたいに立浪監督が言われたそうなので、うん、それはやっぱ外野の守備っていうのは魅力だよ、はい、まあ、この前のね日本ハム戦ではミスが出てたけど、はい、そうですね、ちょっとあの肩っていうのはやっぱ魅力だからね、はい、うん、そして中日からもう一選手、はい、石川選手です。そうだね、石川はタイミングの取り方っていうのが
ちょっと下手なのかなって思う節があって、はいはいはい、ちょっと遅れるんだよね、すべてのボールが中に入ってしまうという体に。だからそれをもう少し前に出ると、うん、もう少し楽に振れるのになという感じがするんだよね、うん、だからまずやっぱタイミングの取り方、スイングとかそういうものっていうのは変な力みもないし、はい、俺は別に悪くはないと思うんだけど、うん、ただやっぱこうボールがこう近い、最後までボールを疑ってしまう、はい、空振り覚悟で振りに行った方が、うん、彼はいい結果が出るのかなっていうふうには思うけど、ね、うん、ところでその16日の試合では立浪監督は、まあ、根尾選手を2番に置いて、うん、4番に石川選手っていう置いていたので、うん、まあ本当にね活躍して頑張ってほしいっていう、いやそれは活躍してほしいよな、はい、なんかね井上を見てるような感じがしたな阪神の。あ、石川選手にってことですか。ちょっとね豪快じゃないんだよ、はい、結果が欲しいのかどうか知らないけど、まあ、正確なのかわからないけど、うん、なんかパーンパーンと綺麗に打とうとするんだよね、はい、そうじゃなくて豪快でいいから、うん、ちょっと行ってほしいなって、まだ若いしね、うん、ただバットを振るにはやっぱ腕を振らないとダメだということだよね、はい、そして巨人です。お秋広選手、秋広な、はい、もそのまたね注目されてますけれども、悪くはないけどね。悪くはないけど、もっとスピードが欲しいな。それはどういうキレ、こうなんていうの、スパーンとしたキレ、うん、まあ大きいから出てこないのかもわかんないけども、うん、でも大きくても大谷なんかはすごくキレがいいしね、はい、だからまだ2年目でしょ、はい、大学2年生言えばね、うん、それまだまだかもわからないけども、まあ、やりようによってはキレが出てくるしね、うんうん、それこ その巨人と日本ハムとの練習試合で秋広選手出てましたけれども、うんうん、どうですか今年にかけるその秋広選手の思いだったの。やっぱり1日でも早く上に行きたいだろうし、うん、はい、でも飛距離とかもね伸びてるしね、はい、お、うん、だから着実には来てると思うよ、はい、でもいきなりでもさ使ってどうのこうのっていう結果を求められても秋広自体が困ると思う、だからまあ順調には来てると思うけど、はい、まあ、どこで弾けるかだよね。そうですね、やっぱね若手ってこうつぼみってパンと開くように、はい、やっぱ人の成長もつぼみのままなんか終わってしまう人もいるけど、パンと弾ける時ってあると思うんだよね、はい、だからその弾けるところがいつなのかなっていう、うん、そのタイミングですね、弾ける時の。いやだから、まあ、今年弾けてくれたら一番いいと思うけども、はい、センターとかやってたけどね。そうなんですよ、これファースト、外野、これどっちなんですか、うん、まあ、両方できるようにっていう、じゃあチャンスがあるじゃない、はい、その方が、うん、だからチャンスを広げるために両方やってるんだろうと思うけども、はい、やっぱ彼の持ってる飛距離、まあ、体の大きさ、そういうものが徐々に出始めてるよね。おー、じゃあちょっと本当、ね、いや成長はしてると思うよ、すごく良くはなってきてると思う、うん、ただやっぱこう体のキレをもうちょっとつけた方がより早く弾けるかな。それは自主トレの時に中田選手と一緒に自主トレして体重増やしたじゃないですか、うん、それとはまたちょっと関係してるんですか。まあ、やっぱ体幹の強さだよね。だから大きい人がやっぱ早く動こうとすると、うん、体幹がよっぽど強くないと切り返しだとかいろんなことができないと思うんだよ、はい、そういったことのトレーニングも含めて頑張ってほしいなと思う。もともと打つとか、はい、取るとかそういうのはセンスがある子だから、はい、あとはやっぱ体がしっかりすることだよね。そしたらできると。で若手の選手をピックアップしてほしいと私ゆうたかさんにリクエストしたんですが、もう最後に一選手、うん、若手ではなくルーキーなんですが、うん、中日の鵜飼選手どうですか。鵜飼な、はい、鵜飼はやっぱ雰囲気があるね。いいですね、それとグリップが無駄に高くない、はい、だからこう高いと肩に力入るんだけど、はい、低いと肩の力って抜きやすいんだよね、はい、だからそういうことからもうこうなんかリラックスから爆発できるという、うん、リラックスしてるところからミートのところで力が爆発できるということで、すごく魅力はあるよ。16日の日本ハム戦でホームラン特大の範囲打ちましたけど、でその前にあこれ仕留めてほしいなって、押し留めるようにならないかなと思ったら、はい、次の打席、はい、仕留めたね、しっかり。そうなんです、甘いボールをね、はい、3番に入ってたんですけれどもね。そんな、はい、だからそういう意味ではすごく非凡なものっていうのはあるよね、うん、どうですか立浪監督、中日のコーチ陣などは、うん、今シーズンレギュラーで
使っていきたいな。いやそれはまあ今の段階では面白いなと思ってると思うけど、はい、これがやっぱり1000球が投げてきた時にどういう対応になってくるか、はい、ここはやっぱ早く見たいんじゃない。もうそこでっていうところなんですね、うん、だからまあ紅白戦、まあ、キャンプも終盤になってくると紅白戦でもやっぱり1軍ね、ローテーションピッチャーも多少投げるだろうし、うん、そういった時にどういう対応が効くかどうか。 そしてオープン戦に入っていって相手のこうエース級だったり準エース級と対決する時にじゃあどういうふうになっていくか、まあまあそうだね、っていうことですよね。だって一軍で二流は投げてこないから。そうですね、そう一流の選手しかいないわけですよね。いや今日はねちょっとあの若手の選手で、はいはい、いや森は 言わないの。あそうだ、森言わして忘れてた、ごめんなさい。 DeNA の森選手、森、はい、よくなってるよくなってる、うん、やっぱこう落ち着きが出てきてるね、はい、やっぱ年々というかやっぱこうチームにも慣れてる、うんね、でなんかこう構えた時に石井拓郎みたいなリラックスが入ってるし、だからすごくあのよくはなってるね。おもっともっとやらなきゃいけないよ、はい、やらなきゃいけないけど確実には良くなって、うん、はい、ちょっとね今日はあの豊さんがこのキャンプで注目する若手選手をピックアップして、はい、見ていきましたけれども、まだねキャンプだったりオープン戦が今度続いていくので、その中でまた目立った選手とかも豊さんちょっとピックアップして、まあね、はい、また動画にしましょう。はい、はい。